お疲れ様です。今回はキャラクターの家について見ていきたいなと思います。以前戦場ヶ原さんの家の本棚について解説したと思うんですけど、そのキャラクターの家の中を覗いてみると、アニメスタッフの遊び心だったり、ちょっとした小ネタがあったりしてて、結構面白いんですよね。で、本当はこの動画で全員分取り上げようと思ってたんですけど、ちょっと尺がちょっと異常に長くなっちゃうんで、今回は荒木家に焦点を当てて見ていこうかなと思います。まあ、他のキャラクターについてもまた別の動画で取り上げる予定なので、何卒よろしくお願いいたします。まず荒木ハウスの外観なんですけど、外壁は黄色く塗られていて、まあ、多分一般家庭の2倍くらいの広さはある感じですね。まあ、そもそも傷物語だと外観も変わっているんですけど、化け物語だと基本的に荒木くんの部屋と階段くらいしか映ってなかったので、まあ、割と普通な家かなって印象は受けてたんですけど、偽物語に入ってから急に異次元空間みたいなデザイン性を重視した部屋になってて、化け物語が放送されたのが2009年で、偽物語が放送されたのが2012年。その間に魔法少女マドカマギカが放送されているので、まあ、多分マドマギの影響を受けて立体的というか開放的なデザインの部屋が多くなったんじゃないかなと思います。そしてリビングなんですけど、リビングは天井にスタジオの照明が焚いてあって、舞台装置みたいな空間になってますよね。偽物語は化け物語と比べて部屋の中でのやり取りも増えているので、まあ、多分建築としての合理性よりも会話劇を引き立てるために舞台の割り込みみたいな作りになったんじゃないかなと思います。壁にはカレンダーがたくさん置いてあるんですけど、これは劇団犬カレーさんがデザインしたものらしくて、もともと劇団犬カレーさんは化け物語では公演という形で参加していたんですけど、偽物語以降ではカレンダーでは劇団犬カレーさんのものが使われ続けているんですよね。そして奥にテレビが置いてありますね。荒木くんの部屋にもテレビが1台置いてあるんですけど、荒木くんの家のテレビに関する小ネタがいくつかありまして、まず荒木くんの部屋に置いてあるテレビなんですけど、荒木くんと羽川さんが会話しているシーンで、テレビ越しで会話してるような描写がありましたよね。どうやらアニメでカットされた原作のやり取りが流れてるらしいです。なんかそういえば羽川さんの私服の話とかカットされてましたよね。あと伝説の歯ブラシ会でテレビの中で走るカレンちゃんが映ってたシーンがあるんですけど、これは当時のカレンちゃんの歯ブラシを入れられて高揚する気持ちを表した描写になっているらしいです。あとリビングのテレビに関しては、月日ちゃんがリビングでテレビを見ているシーンでニュースかなんかが流れていたのを覚えていますかね。どうやらそのニュースのキャスターの声が八九時迷い役の加藤恵美里さんと戦場ヶ原ひたぎ役の斉藤千和さんが声を当てているらしいです。まあ、これガイドブックにも載ってて、話自体は知ってたんですけど、これ正直確認したことが一回もないんですよね。まあ、だからせっかくなんでちょっと一緒に見ていきたいなと思います。多分イヤホンして聞いた方が分かりやすいかもしれないんですけど、ここですね。お兄ちゃん。はい、これがどうやら加藤エミリさんが声当てしてるらしいです。念のためにもう一回ちょっと聞いてみましょうか。お兄ちゃん。確かになんか迷いちゃんっぽいですね。次は戦場ヶ原さんの斉藤千和さんの部分ですね。おい、そういうわけだから行ってらっしゃい。留守番は任せて。いや、じゃなくてお前も行くんだよ。はい、戦国のとこ行くんだから当然だろうな。なんか声優さんが声当ててるっていうか、なんか各々のキャラクターで話してるっぽい感じがしますね。次は浴室ですね。まあ、正直いろんな部屋があるんですけど、お風呂場が一番インパクトでかいですよね。まあ、原作によると実際はここまで広くないらしくて、一般家庭の一般的な風呂のサイズらしくて、中高生が2人入るとぎゅうぎゅうになるらしいんですけど、まあ、それをアニメで再現したら、あのだだっ広い空間で2人固まって体を洗うっていう、まあ、わけわかんない状態になっちゃったわけですね。まあ、あれを家の間取りに反映させたら多分一
1階の部分はほとんどお風呂場になっちゃうんで、まあ、これもあくまでシャフトの美的表現なんだと思います。まあ、ニセ恋とか見るとわかるんですけど、基本的にシャフト空間は既存の設定を無視して作られているので、基本的に突っ込んだら負けなんですね。ちなみに脱衣所なんですけど、脱衣所に置いてある日用雑貨については実物を置いてるみたいで、なんかネットで調べたらいくつか判明してたんですよね。洗濯機はなんか日立のものを使ってるらしくて、歯磨き粉はこれガムですね。はい、以上荒木家に関する小ネタでした。他のキャラクターの家についてもまた別の動画で取り上げる予定なので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。